はい、来ました。第1投目に、なんとママのカワハギが繋がっていましたね。釣り上げるまでを、お見せできなかったのは残念ですが、ママの25センチぐらいのグラスですね。川越さんの話ではもう先週からはもう小さい赤ちゃんカワハギばっかりだと言っておったのが、結構ママ来ました。カワハギさんにも来ましたね。はい、会場は相変わらず冷たい。指先がもう凍ってしまう。富士山もだんだん、いや、今カンカンで引いたよ。引いたんだ今。うん。だから俺はてっきりベラかなんかなかなと思った。はい、こういう感じですよ。はい、少しお手伝いだね。え？だからまだまだ打ち込まれるんだよ。打ち込まれますよ、まだまだ。川木さんいいね、綺麗だね。おい、この可愛い目ん玉しとるぞ。おいしょ、お前の目ん玉も、それからこの唇も可愛いよ。はい、俺とじゃあキスをするか。おい、てなことですね。あ、なかなか素晴らしい海や。海の海は、冷たいけど、ぐるぐる震えながらやるのがまた楽しみでね。しっかりいいストレッチになる運動になる。ああいう明快なさ、当たりで釣れたのはさ、前回一回もない。そうだった、前回もの、あ、これでしょ。もう微妙な当たりの、ほんと。だから、正月1週間でね、空腹だったんだよ。川木ちゃんも空腹でやはりいらっしゃいというわけだったな。おい、